古高俊太郎屋敷跡古高、俊太郎の墓、両前五国神社、京都市左京区古高俊太郎源氏元年7月20日は、江戸時代末期の上位派の志士、意名縄清順。変名、湯浅清右衛門。文政12年4月6日、大津大官所の手代、古高修造の子として誕生。母は、久家の広橋家家来の娘、松本隅。 大御国久る元軍小高村出身。高歌2年、父、修造が大津大官渉を辞職し、京都へ移住した際、同行したとみられる。その後、高歌4年より修造は山品美車問堂門跡に仕え、安政6年に修造が死去した後、自身も山品美車問堂門跡に仕える。尊能上位を唱える梅団品に弟子入りした。文久2年ム月14日。 京都河原町市場上がる東で、筑前福岡藩黒田や御用達、マス屋を継ぎ、マス屋救援門を名乗る。小道具、バグを扱いながら、早くから宮部手蔵らと交流し、有栖川の宮との間をつなぐなど、長州患者の大元締めとして、諸大名や、久下の屋敷に出入りし情報活動と、武器調達に当たった。しかし、現時元年6月5日、 新選組に踏み込まれ捕獲される。武器弾薬を押収され、諸藩老子との書簡や欠板書が発見された。身布団書前川邸の蔵で、局長、近藤勇、副長、肘方俊三から直々に厳しい取り調べを受けた。二階から逆さつりにされ足の甲から五寸釘を打たれ、貫通した足の裏の釘に百目ろうそくを立てられ火をつけられる等の過酷な拷問を受け、自白。 その内容は8月18日の政変後、刑を追われた、長州人らが6月下旬の強風の日を選んで御所に、火を放ち砂漠白行の中川の宮を遊兵し、京都守護職の松平片森一家砂漠派大名を殺害し、天皇を長州へ連れ去ろうとするものだった。すでに計画実行の志士が多数上落、潜伏しており近々支中で同志の集会があることも判明し、 これを阻止したのが池田屋事件である。ただし計画の内容は、古高が拷問を受けて発言した以外の客観的な証拠が乏しく、捏造もしくは誇張であるとも言われる。その後、六角獄舎に収容されたが、7月20日の禁門の変の際に生じた、どんどん焼けで、獄舎近辺まで延焼、火災に乗じて逃亡することを恐れた役人により、 判決が出ていない状態のまま他の囚人と共に斬首された。去年36、明治24年、生後位を追贈された。池田矢事件の研究 P29、池田矢事件の研究 P29、P37 田尻左辺、増位所見伝増保番上特使増位年表 P7。ありがとうございます。